こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今すぐ買える大人の鉄板夏服ベスト5ということでお届けをしたいなと思っています。まあ服っていうのも本当にですね、いろんなところで売ってるので、どれ買えばいいのかわからないという方非常に多いかなと思うんですね。まあユニクロだとか GU グローバルワークだとか、価格帯が抑えめのものもあれば、セレクトショップだったりだとか百貨店に行ってもいろんなブランドがあるし、高級なブランドもさらにはたくさんあるわけで、まあその中でですね、今回は大人の男性にもうバチッとハマるようなですね、ベーシックかつほんのりですねトレンド感漂うようなアイテムをですね、もうピンポイントでしっかりとお伝えしたいなと思っていますので、まあ、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。どのアイテムに関してもオンラインですとか店舗で買えるものがほとんどなので、まあ、ぜひですね、まだ夏服揃えてない方とか、もうちょい買い足したいなという方は、今回ご紹介する5点ですね、これさえあれば結構それだけでも回ってしまうぐらいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってましょう。はい、ということでここから具体的にですね、夏の鉄板服皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずは上半身から皆さんにお伝えしたいなと思います。まあ、僕もですね今着ていますけども、シャツですね、まあ、特にですね大人の男性は T シャツ1枚だとちょっと様にならないなと感じる方もいらっしゃると思うので、まあ、そんな時に襟付きのシャツですね、半袖のものを持っておくとすごく便利で、僕も半袖シャツは毎年ですねかなりの枚数買うんですね。まあ、YouTube の撮影用にいろいろとですね試すのもありますし、まあ、僕が今着てるようなちょっとこう自分が好きで買うものもあったりするので、半袖シャツは僕は自信を持っておすすめできるアイテムかなと思うんですが、今買えるものの中で今回おすすめしたいのはですね、グローバルワークのレイカンソフトリネンミックスシャツですかね。こちらがですねなかなか雰囲気が良かったので、ぜひ、まあ、ご紹介したいなと思っています。価格がですね4950円ということで、まあ、半袖シャツ結構いろんなところで売ってまして、ユニクロのオープンカラーシャツですね、これもすごく良くて名作です。このユニクロだとか GU だとか、このあたりが価格帯抑えめで買える中ではもう最安値に近いかなと思うんですが、まあ、その上ですね、ちょい上ぐらいに来るのがグローバルワークかなと思います。まあ、もうちょっと上だとセレクトショップのオリジナルだとか、まあ、ドメスティックブランドとかになってくるんですけども、まあ、なかなかそこまでは投資できないよという方のためにグローバルワークちょうどいい立ち位置かなと思います。まあ、こちらのシャツは画像を見ていただきたいんですが、まずは襟型ですね。まあ、この夏の半袖シャツというのは大体2択です。定番的なオープンカラーシャツか、もしくはこちらのようなレギュラーカラーシャツか、全然特徴は変わってくるんですが、レギュラーカラーの方がちょっと小綺麗な印象になって、まあ、トレンド感も漂うかなと思うんですね。まあ、大人の男性にもバチッと似合うような襟型です。で、半袖なんですけども、袖はちょっとだけ長めになっていまして、身幅もボックス型でちょっとゆったりめに仕上がってるんですね。このあたりがユニクロとの大きな違いだと思うんですね。まあ、ユニクロってベーシックで定番的、その中にほんのりとトレンド感取り入れていて、まあ、以前よりはオープンカラーシャツちょっと緩めにはなっているんですが、ただもうちょっとトレンド感を強めたいという場合はややコンパクトかなとも思うんですね。なので人によっては1サイズ、2サイズ、3サイズとユニクロのアイテムをサイズアップすることもあったりするんですが、まあ、最初からある程度ゆとりがあったものの方が今のトレンド感というのはうまく表現しやすいかなと思うので、そのあたりはグローバルワーク強みがあるかなと思います。まあ、こちらのシャツですね、ちょっとゆったりめなんですけども、接触冷感機能がついていて着た時のひんやり感ですね、これまたこれから本格的な夏を迎える前には大事な項目かなと思うので、そのあたりの機能性も非常にありがたいんですが、まあ、僕は単純にですねデザイン性、ボックス型の半袖シャツで、なおかつここですね、色が綺麗というところ、これがですね最大のポイントかなと思います。2色の展開になってまして、色がカーキとベージュなんですね。まあ、個人的にはどっちもいいなと思うんですね。よりこうベーシックで使いやすいなと思うのがベージュになってくるかなと思うんですね。まあ、ベージュというのはネイビーだとかグレーだとかブラック、ホワイト、その次ぐらいにですね使い勝手のいい色で、柔らかさがあって明るめの色なので、夏にもぴったりと合うかなと思うんですね。このベージュもですね、ちょっとこう明るめのベージュで少しグレー混じりのすごくいいベージュなので、まあおすすめしたいなと思うんですが、中でもこのカーキもなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、いわゆるですね土っぽさ、アーミーな感じのですねカーキオリーブではなくて、少しこう上品に見えるような綺麗なグリーン系のカーキになっているので、
これは大人の男性には合いやすいんじゃないのかなと思います。例えばボトムスをネイビーだとかブラックで引き締めてしまえば、このようなオリーブのカラーすごく使いやすいですし、まあ、夏らしくですねショートパンツで合わせたりだとか白パンでも合うかなと思うので、このカーキベージュという色合いが非常にいいなと思ったので今回選出させていただきました。まあ、ユニクロにはないサイズ感だとか色合いに関しても、まあ、ユニクロにもカーキとベージュありますけども、ちょっと違ったような品のある色合いになってますので、ちゃんと差別化ができるかなと思います。それでいてこの価格はかなりお手頃かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、 T シャツですね。半袖のシャツもいいんですよ。めちゃくちゃ良くて T シャツ1枚よりは様になりやすいんですが、ただですね、本格的な夏を迎えたらそんなことは言ってらんないですね。上に何かを羽織ったり重ね着というのは、おしゃれがめちゃくちゃ好きな方であったらある程度ですね暑さを我慢してでもできなくはないんですが、僕もですねそれは一定の気温超えたら無理ですね。34度以上になったらやっぱり T シャツが快適で持っておきたいアイテムだと思うんですね。おしゃれは我慢という言葉もあるんですが、そこにこだわりすぎてしまうとなかなかですねおしゃれをするのが億劫になってしまうので、まあ、T シャツというものも大事なアイテムだと思います。ラフではあるんですがもう圧倒的に快適。じゃあこの T シャツの中でどう工夫をして大人っぽく見せるのか、まあ、ここさえですね押さえていただければ大人の T シャツスタイルも僕は NG ではないと思っているので、まずこちらをご紹介したいなと思っているんですが、ビューティー&ユースのスーパークールワイドテーパードクルーネックカットソー接触冷感というアイテムですね。価格は6930円ということで、先ほどのグローバルワークのシャツよりもこちらの T シャツの方が高いんですが、ただ大人っぽく見えてすごく上品だなと思います。まあ、なぜ僕はですね T シャツの方が高いものをご紹介しているのかというと、先ほどお伝えした項目とすごく関係があるんですが、 T シャツっていうのはすごくカジュアルに見えるアイテムなんですね。だからこそちょっと個質を上げることで大人っぽく上品に見せるということがアプローチとしては大事かなと思うんですね。その点ユニクロ U ですとか無印良品の T シャツもいいんですが、それはそれで着ましょう、すごくいいので。ただそれだけではなくて、ちょっと1枚とか2枚ぐらいは大人っぽく見えるような上品な T シャツも持っておいて僕はいいんじゃないのかなと思います。まあ、そんな時にこのビューティー&ユースの T シャツはすごく使い勝手がいいんですね。まあ、サイズ感はですね少しゆとりがあるトレンド感のあるようなシルエットになっています。袖丈もちょっと長めになってまして、身幅もゆとりがあるんですが、これテーパードという言葉がですねこちらの T シャツには含まれていまして、よくボトムスに使われる言葉なんですね。このテーパードというのは膝から下にかけてテーパーと徐々に細くなっていくよというシルエットのボトムスというのはもう定番的だなと思うんですが、それをですね T シャツに取り入れたのがまさにこのシリーズで、去年かな割とビューティー&ユースでもこのシリーズってあって、僕もですね個人向けのスタイリングの際に何度かご提案させていただいたんですね。ワイド感はあるんだけどもちゃんと裾に向かって細くなっていくのでだらしなく見えないというところでは大人向けの1枚かなと思います。この T シャツ自体の表面の質感なんですが、程よく滑らかさがあって微光沢があるんですね。 T シャツなんだけどもコットン特有の男らしいですね厚みのあるようなヘビーな感じではなくて、ちょっと品の良さが漂うようなそんな風合いになってるんですね。このあたりも大人には似合いやすいポイントになっていまして、そして生地自体には接触冷感の機能もついているので肌に触れた時のひんやり感、このあたりも嬉しいポイントかなと思います。でカラー展開が4色になっていまして、定番的なブラックホワイトがあって、あとはですねホワイトにちょっとグレーを混ぜたようなライトグレーもあります。だけど僕の一押しはもう間違いなくですねダークグリーンですね。この色がめちゃくちゃいいです。まあ、グリーンの中でも深めなのでそんなにこう派手には見えないし、上品さも漂うような色合いで、なおかつ T シャツというと圧倒的にホワイトだとかブラックだとかネイビー、このあたりを着る方が多い中で人との違いも明確に出せるという意味では、このダークグリーンがめちゃくちゃいいなと思いました。まあ、僕自身もちょっとこれは買う必要があるかなと思ってるので、また皆さんに着た状態もお見せできるかなと思うんですが、なかなかこんなに綺麗なダークグリーンの T シャツは売ってないと思います。価格はちょっとするんですが、夏のお出かけの際に着る T シャツとしては1枚ぐらいあってもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、ポロシャツですね。これまた大人の男性には欠かせないような鉄板アイテムだと思うんですが、
ただですね、どうしてもポロシャツっていうとおじさんっぽいイメージがあったりするので、ちょっと選び方が難しいかなと思うんですね。先日ポロシャツの動画皆さんにお届けしましたが、結構想像以上にいろんな方に見ていただきまして、結構最近ポロシャツの人気だとか関心が改めて上がってるのを実感してるわけなんですが、まあ、僕がですね今回お勧めしたいなと思っているのが、今僕も着ていますビューティー&ユースのですね、エアドビーワイドテーパードポロシャツというアイテムなんですね。価格は9900円ということで、まあユニクロに比べると結構価格は上がるんですが、なかなか仕上がりがいいポロシャツになってるかなと思います。実はこのポロシャツですね、今さっきちょうどですね事務所に届いたところでいきなり着て撮影しているわけなんですね。ちょっと立ってみましょうか。まあ、ポロシャツというと定番的なアイテムでユニクロとかでも売ってるんですが、かなりオーソドックスなサイズ感で、まあ、デザイン的にもそこまで特徴がないものなので、まあ、それよりは大人の夏の着こなしの中では結構上半身に着て目立つ部分なので、まあ、ちゃんとしたものを買った方がいいかなと思ってまして、まあ、今回こちらをですね皆さんにご紹介ができればなと思っています。ユニクロのポロシャツに比べると肩のラインは最初から落ちていて、トレンド感の漂うようなそんな雰囲気に仕上がっています。まあ、身幅に関してもですねちょっとゆったりめになっているんですが、テーパードが効いているというところでは先ほどの T シャツと同じなんですね。裾に向かって徐々に細くなるようなシルエットになっているので、身幅の中でも上の方は少しゆとりがあるんですけど、裾にかけてですね少し細くなっているので、だらしなくならないようなそんな見え方になっているのが、まあ、最大のポイントかなと思います。まあ、ちなみに164センチ53キロの僕の体型でこちらは M を購入しましたが、なかなかいいバランスになっているかなと思います。まあ、内側にはですね白 T を着てあげたりだとか、まあ、真夏だったらイン T だとかそういったものを上にですね直接着てもらうのも全然バランスがいいかなと思います。でポロシャツの色選びって結構大事だなと思ってまして、こちらのポロシャツは3色展開になってるんですが、今僕が着てるコバルト、そしてブラックとナチュラルの3色構成になってるんですが、まず鉄板で間違いがないのがブラックだと思います。色がシャープなので大人の男性でもおじさんっぽく見えることがないので、まあ一押ししたい色合いかなと思うんですが、その次に選ぶべきなのはちょっと綺麗な色のポロシャツかなと思ってまして、僕もですねクローゼット開けた時にこのようなちょっと綺麗なポロシャツがなかったので、今回こちらを購入しました。まあ、コバルトということでブルー系の色合いなんですが、ちょっとこうグリーンがかったような曖昧さがすごく上品だなと思いました。1枚でちゃんと主役になるようなそんな色味なので、まあ、ブラックだとかベーシックなものは持っている方は次はこういった色にトライをしてもらうのもいいかなと思います。まあ、表面はですね割とこうつるっとした感じではなくて、生地に凹凸感があるので退屈な見え方にならないところもポイントの一つかなと思います。割とですね生地の裏側もですね凹凸感があるので、汗をかいても張り付かないようなそんなですね素材感になっているのも嬉しいポイントかなと思います。まあ、ボトムスは僕のようにですねブラックで引き締めてもいいし、あとはホワイトだとか、あとはグレー系だとか、メンズの着こなしの中のベースとなるようなボトムスであれば大体合うので、このようなちょっと綺麗な色でも気軽にトライしてみるのは非常にいいのかなと思います。実は一通り撮影を終えた後でここだけ別撮りしてるわけなんですけども、これはですねやっぱりこう実際に着た状態でお伝えしたかったので別撮りしてよかったなと思います。ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、夏のボトムスといったらもちろんですねショートパンツは欠かせないアイテムかなと思います。まあ、僕ら大人世代がショートパンツをそもそも履くか履かないかはよく検討する必要があるかなと思うんですね。真面目な雰囲気の方はショートパンツというカジュアルなアイテムが雰囲気的になかなかマッチしないので、ちょっと避けた方がいいかなと思うんですが、まあ割と一般的な男性であれば夏の開放感というところで、まあショートパンツをうまく使うのも良いかなと思います。まあ特に外遊びだとかワンマイルウェア的にですねショートパンツを持っておくのもすごく便利で、僕もですね真夏の外遊びの際にはロング丈のパンツ履くことはまずありません。半袖短パンの超カジュアルな着こなしの中で、まあ、うまくですね色合いをですねシックにまとめたいだとか、小物を使いながら、まあ、上品に大人っぽく見せるようには意識してるんですけども、まあ、そこさえですね意識すればショートパンツも必ずしも NG ではないかなと思うんですが、まあ、今回ご紹介したいのがノースフェイスのバーサタイルミッドショーツショートパンツですね。これ7700円ということで、まあ、ノースフェイスの短パンって僕大好きで、これまでに何本買ったのかな、もう6、7本ぐらい買って
言いますかね、本当にワンマイルウェアとして部屋着感覚で履いていますし、ランニングの際にも履いてますし、まあ、外遊びの際にも履いているので、ノースのショートパンツって僕はもうめちゃくちゃ好きなんですが、一つ問題があって、結構ノースのショートパンツって丈短いんですよね。なのでランニングの際にはすごくいいんですよ。あんまり足回りがもたつかない方が走りやすくていいんですが、それが外で着るときにどうかというと、結構太もものラインまでですね見えてしまうので、ちょっと今のトレンドから言うと短すぎるんですね。なので、どうしようかなと思ってたところ、今年ですね新しく出たのがこのバーサタイルミッドショーツってやつなんですね。まあ、このバーサタイルショーツっていうのはもう定番的な位置づけで、まあ、ノースフェイスでも毎年やっているものなんですね。まあ、丈結構短めなんですけども、適度にシワ感のあるナイロン素材使っていまして、軽いし快適で使いやすい、まあ、デザイン的にもすごくオーソドックスで、もう名作のボトムスだと思うんですが、まあ、そのですね丈がちょっと長くなったバージョンというのは今年出まして、それがこのミッドショーツってやつなんですね。長くなったといっても膝丈よりは短めで、そこまで長すぎないというバランス、まさに今のトレンド感をバチッと捉えたような、もう最適な長さのものが出てくれたので、これ結構待ってましたという感じなんですね。正直この動画をですね今撮る前に、どんなショートパンツが今いいかなということでいろいろと調べてみたら、偶然今知ったんですね。なのでちょっと手元にはないので、これも買ってみたいなと思うんですが、まあバーサタイルショーツ自体がすごくいいアイテムなので、それちょっと長くなったらいいなっていうのをなんとなく感じていたので、これはもうベストなアイテムかなと思います。まあシンプルなショートパンツは本当にユニクロのギアショーツとかそのあたりでも十分完成度高いんですね。ギアショーツめっちゃいいですよ。僕も手元にありますが、グラミチだとかノースフェイスだとかそういったところの雰囲気にも負けないぐらい完成度が高くて、これはこれで皆さんにですねめちゃくちゃおすすめしたいボトムスの一つなんですが、まあそういったものもベースとして持ちながらも少しこう気分が上がるというところでは、ノースフェイスのロゴが持つ力もなんだかんだで強いんですよね。ブランドが持つ信頼感だとか、なんとなくこなえた感じというところもうまく取り入れながら、なおかつ機能的なこのショートパンツ、かなりこれはおすすめなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元サンダルをご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、今期もいろんなサンダル僕自身もですね見てきましたし試着をしてきました。まあ、その中でもやっぱり完成度高かったなと思うのはこちらですね。キーンのユニークなんですけども、ユナイテッドアローズとあとグリーンレベル、この2つのブランドとキーンが共同で作っているこのですね別注版のユニークはやっぱりめちゃくちゃ良かったですね。まあ、キーンのユニークってちょっと前に流行ったイメージで、僕の中ではちょっと勢いはある程度落ち着いてきたのかなと思ってたんですね。まあいろんなサンダルがですね出てきては旬を迎えたりちょっと落ち着いたりの繰り返しで、去年まではウーフォスが結構ですねいろんなブランドで取り扱っていましたし、その前にはテバもあったりだとか、その前にユニークも結構話題になっていたんですが、今年なぜかですねまたユニークの勢いが、まあ、再び加熱しているような気がしていまして、僕自身もですね動画の中でよく使っていますが、履き心地もすごくいいし、デザイン的にもちょっと一癖あるんですよ。数年前初めて見た時にはかなりエッジ立ってるなと思っていて、最初はですね全然良さが分かんなかったんですね。それがですねちょっと時間が経つごとにだんだん見慣れてきて、人気も爆発して、もう見慣れて、まあ、それからまたちょっと時間が経って改めて見てみると、まあデザイン的にもすごくですね斬新ではあるんだけども見慣れてきた、なおかつ人との違いも出しやすいし、着こなしの中に意外と馴染みやすいんですよね。ブラック系のテーパード型のパンツなんかにも合うし、グレー系のちょっと綺麗なパンツにも合うんですよ。もちろん短パンにもあったりするので、外遊びのアクティブ以外にもいろんな機会に合うようなサンダルとしてはすごくユニークはですね、まあ優秀な作りだったんだろうなというふうに改めて実感をしています。これユニークの別注バージョンということなんですけども、通常のユニークはこちらオールブラックのタイプなんですけど、このですね別注版に関してはこの紐の部分がですね藍色、まあ、いわゆるネイビーのような感じになっていまして、まあ、そこに対してちょっとこうベージュなのかグレーなのかっていう色合いが少しブレンドされているような、そんな感じなんですね。まあ、ブラックよりもちょっとこう色の変化だとかミックス感っていうところも楽しめるんだけども、着こなしを邪魔をするような感じではないので、全然ですね合わせもしやすいんですね。まあ、そんなにオールブラックとの違いがあるわけではないので、あとは気分の問題ですね。やっぱりこう別注版という人との違いがあるというところも、履いている時にちょっとした満足感につながったりするので、僕が大事にしたい項目かなと思うんです。
ですね。価格は 14,300 円ということで、まあ普通のスニーカーと同じぐらいの価格帯ではありますが、まあ一足持っておいて間違いのないアイテムかなと思います。今回ご紹介したような半袖のシャツですとか T シャツ、まあポロシャツにも合いますね。ブラック系のパンツだとかそういったものに合わせれば、外しで足元をカジュアルにするという着こなしもできるので、まあこれ使えると思います。そしてノースフェイスのショートパンツにも相性がいいので、まあ、今回の着こなしの全て足元をまとめるという意味でも、金のユニーク、UA とグリーンレベル別注版、これ非常に使い勝手がいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。いやーいかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では今すぐ買える大人の鉄板夏服5000ということでお届けをさせていただきました。まあ、今回もですね、この動画を撮るにあたって、まあ今買えるものでどんなものがいいかなと、まあ集中して調べたわけなんですが、まあその中でもこれ結構使えるなというものがいくつかあって、まあ僕自身もですね、この中でご紹介したものは買っちゃおうかなと思ってるんですね。例えば、ビューティー&ユースの T シャツだとか、まあ、ポロシャツはもう買っちゃいましたし、あとはノースフェイスのショートパンツですね。これはもう間違いのない選択だと思うので、もうワンマイルウェア的に買いたいなと思ってるんですが、あとはグローバルワークの半袖シャツですね。もうすでにグローバルワークの半袖シャツも持ってるし、いろんなブランドのもの持ってるので、ちょっと検討したいなと思うんですが、これも名作かなと思うので、ぜひ今回ご紹介したものですね、オンラインですとか、もしくは店頭で皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説してるんですが、まあ、今回ご紹介したアイテムって結構セレクトショップのオリジナルが多かったかなと思うんですが、このあたりは僕がですね、もう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。普段はユニクロ GU グローバルワークとかそのあたりが多いんですが、メンバーシップチャンネルはセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで結構ですね、おしゃれ中級者の方に向けた内容が多くなってくるので、まあ、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただきたいなと思っています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて1本ですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問にバシバシとお答えしていますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、ゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですね、今回ご紹介したアイテムも結構オンラインサロンでどんどんですね、皆さんにご紹介してるんですね。僕も毎日記事を書いていますし、僕以外のファッションの専門家だとか、あとはヘアスタイル、メンズ美容の専門家だとか、まあいろんなプロの方も記事を書いてくださっています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができて、おしゃれが好きな大人の男性が集まって楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。